なんとか無事に長崎駅に到着しました。ハウステンボスから乗り換えなしで1時間半ぐらいかかった感じです。ちょっとね、地理を先に把握しておいた方がいいかもしれないですね。せっかく長崎来たんで路面電車乗ってみようかなと思います。路面電車降りたら今日泊まるホテルの目の前でした。今日はベルビュー長崎出島さんというホテルに泊まります。電車のアナウンスによるとこの文明堂が本店らしいです。シンプルでございます。というわけでホテルについてちょっとまったりしております。ちょっとね、足を伸ばしてメガネ橋、まさかのタイミングでライトアップ終わっちゃいましたが、メガネ橋にやってまいりました。日本初の石造りアーチ橋だそうです。逆側からも撮ってみました。ちょっと渡ってみましょうか。さっきまでね、ライトアップされたんですが、ちょうど10時になっちゃったみたいで、ライトアップが終わる瞬間を撮れましたね。今、メガネ橋を渡っております。この説明文によると1634年に架けられたって書いてあるんですけど、マジか、そんな古いんですね。確かに歴史を感じますよね。修復とかはもちろんしてるんでしょうけどね。Thank you.